すごい。私と同じところにいましたね。ね、セミがね、そう、ここすごい窓の近くでやってるんですけど、セミがね、鳴いてますね。お洋服も可愛いね。ありがとうございます。あ、可愛い、ありがとうございます。そう、お洋服。これは初めて着ました。黒似合う。あ、ありがとうございます。ちょっと今ね、犬のクッションの上にいるんですよ。よいしょよいしょ。あ、ごめんなさい、ね、体勢を変えようと思った。シャツインしてます。あのスカートですね、下は。今日はこの時間珍しいね。そうなんです。ちょっと夕方は今日できなくてこの時間になりました。相変わらず黒多いね。確かにね、黒は結構着ちゃいますね。なんかあんまり冒険しないかもしれない。なんかさ、ピンクとかは絶対に私似合わないからピンクは買わないけど、黒を買っちゃうね。ゆうちゃんを陰で支える人来ました。ありがとうございます。水色とかオレンジ系見たことない。あー、確かに着ないですね。水色は似合わない。なんか私顔がすごい、顔がね、あの濃いんですよ。ちょっと自分で言っていいのか分かんないけど、そう、顔がなんか富永悠ですみたいな感じの顔してるから、あのはっきりした色しか似合わないんですよね。だからあのシャーベットピンクの衣装とか似合ってるかわからないです、自分的には。そう、あんまり薄い色のやつとか着ない。パステルカラーとかね。そう、なんかね、顔の一個一個のパーツの主張が強くて、特に口とかわかる？いいと思う。本当にありがとうございます。衣装は似合う。あ、よかった。あ、バラありがとうございます。そうなの、ちっちゃいもんでも黒担当してるんですけど、そうなんです。昨日から豆乳生活を始めました。あ、一緒に始めましょう私も今日で何日目になるか分かんないけど、結構飲んでます。ひこちゃんとか村長にコーディネート嫌ですよいや、ひなたはいい。ひなたは私と好みが合うからいいけど、はるかは絶対嫌だ。だって私はるかと違うもん、系統全く。はるかは絶対ピンクのフリフリ。でもひなたのファッションは私は好きですね。スケスケとか。はるかはねすごいですそうで、はるか真逆だよ。私の真逆の人だから嫌だよね、一回ね、確かに試してみるのもいいかもしれないですね。あの握手会とか、あのこれからあったら、はるかとひなたの方が対照的なんじゃないか。はるかとひなたで服を交換して握手会するみたいな
はるかがスケスケのバチバチの服を着るんです。でもひなたも、はるかがスケスケのそういう服を着てるの見たことないけど、ひなたは割といろんな系統の服を着てるから、あのひなたも割と何でも似合うっていうイメージですね、家の中では。なんかはるかが着てるような服でもひなた似合うから。あ、ハートありがとうございます。頭になんかついてるんですよ、スヌーピー。ちょっと前髪が浮いてしまって、今見えないようにこの画角にしてたけど見えちゃったね。見てみたいよね。わかる、ゆうもはるかがひなたの服を着てる。でも似合わなくはないですよね、全然。顔もあのそういう服着たら大人っぽく見えるし、てかはるかは私最近特にすごく美人だなって私ずっと言ってるんですけど、はるかにそうなの。そう、ひなたのね服装はねすごい、わかると思うけど、うん、すごいですでもひなたはそういうなんていうの、自分の道なんて言ったらいいのかな、自分の個性をすごく持ってるからすごいなって思いますね。ゆうちゃんの肩出し希望ゆうちゃんの肩出しは稀にあるので見逃さないように稀にって何、たまにあるのでサラもおしゃれですね。サラも何でもに、あ、でもサラはスカートってより私はパンツをあの着てるサラが好きですね。サラってすごいスタイルが良くて身長も高いからパンツを着てるサラが好きですね。スキニーとか、まあ、ズボンですね。あ、ハートありがとうございます。そう、サラは短いのより私は長いのを着てるサラが好きですゆうちゃんの耳出し希望、あ、耳出しちゃってますわかる、あ、わかる。そう、サラはそう本当に大人っぽいからそういうのがいいですね。私は勝手な希望ですけど、今日も美人ありがとうございます。ゆうちゃんのへそ出し希望、へそ出しは来年かなわかんない、いつかな、へそ出しはさあ身長まだ多分伸びてると思う。でもどんくらいなのかな、全然私はねもう余裕で越されちゃって、ここいつも見上げてます。あー、半ズボン、わかる、半ズボンもめっちゃわかる。でもそれはあの昔のオーディションの虫とかって言ってるサラが似合う。ゆうちゃんのグラビア希望それはね来年どうなるか楽しみにわからないです。コミトミコラボ配信希望、あー、それはやりたいですね。全然この前ね電話でちょっとコラボっていうのか分かんないけど、まあ参加させていただいたんですけど、まあね、コラボ配信やりたいですね。サラとあおちゃんも伸びてるよね。あおちゃんも伸びてる、だから私はもう越されますね。ちっちゃいもんで一番低い、あ、てか NGT で一番、あ、それはないですね。チカナがいた、そうチカナも身長低いと思う、多分まだ大丈夫ゆうちゃんの落ち着いた喋り方好き、ありがとうございます。
豆乳を全種類コンプしようと思ったら40種類あって諦めた。40もあったんだ、知らなかった、ありがとうございます。私コンプしてみよう、コンプします。あのコラボ配信2人の目、私まだね分かんないんですけど、多分2人までなんじゃないかな。あ、そう、レイニャさん、レイニャさんもいたね。レイニャさんも多分、レイニャさんどのくらいなんですかね、分かんないけど、でも多分ユの方が身長高いかな。みなちゃん、あ、みなちゃんはね低い、みなちゃんは低い。みなちゃん、いや、みなちゃんが一番低いかな、多分、多分ね。あ、レニアさん151なんだ。え、見えない。なんかレニアさんってちょっと身長もうちょっと高そうに見える。ね、縮んだんですか。私も縮みました。でも私は157とかだから、ちょっと世界が違いました。あ、そうなんだ、レイニャさんが一番低いんですね。青はね今成長期で、ね、伸びてますね。縮むことあるの、あるんじゃない、わかんないけど、私は縮みました。あ、ハートありがとうございます。縮むことない、逆に。でも年を取ると縮むっていうのは聞くけど、どうなんだろうね。私は165とか欲しかったかな。うん、ハートありがとうございます。そうなの、もうちょっとね欲しかったの、あとちょっとのとこだったんですけど、まさか止まっちゃったっていう。 NGT で一番大きいのは誰だっけ、藤崎さん。ミユミユじゃない、分かんない、違う、母は縮んでます。そうなんですね、私のママは多分まだ縮んでない、いや、わかんないけど、でももう同じぐらい身長。その牛乳でも私嫌いなんですよ。実はちょっとあんまり好き嫌いないけど、牛乳はちょっとね、あんまり怖い。先輩の身長あげます、ありがとうございます、お待ちしてます。そう、160ない人はそうだよね、あの欲しい、身長欲しいですよ、やっぱり。ユウの成長期はいつだったの。でも小学校中1、小6から中1にかけての身長の伸びるあれがすごかった。もう中1から身長はあまり変わってなくて、そうなんです。なんか小6の時が何センチだっけ、145とかだったんですよ。でも中1にかけてめっちゃ伸びた。そうで、周りがどん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 大きくなっていて、みんなみたいな感じでした。膝痛くならなかったよ、あのなんだっけ、何痛って言うんだっけ、成長痛だっけ、なんだっけ、わかんないけど、それね痛くなかった。そう、整列の時、ん、腰に腕当てたことない。
大丈夫、一番前じゃなかった、ちゃんとこうだった。そう、身長ちっちゃく見えないって言われるけど、実際あったらちっちゃいねって言われるタイプの人です私。そうだからね、ファンの方とか結構高い方がいらっしゃるとこうなっちゃうんだよね、こうそう、ゆうちゃんの各パーツってわがままだよね、どういうことどういうこと。あ、中学生で身長縮んだ。私いつ縮んだんだろう、わかんないけど縮みましたね。でも絶対160ね、あったんだよ、あったのに絶対縮んだ。いや、おかしいよね、身長高くなった時期あったんですけど、 NGT に入ってから。俺もその一人。そうですね、身長高い。中学生の時ゆうちゃんよりちっちゃかった。あ、そうなんだ。でも今さ、こうすごい伸びてってすごいよね。測り間違い、違う違う違う、あの自分で予想的に、あ、今絶対160あるわって。なんかさ、ない？朝起きてさ、あれ？なんか今日見る世界違くて身長高くなったかもみたいな時ないですか？ない？絶対あるんですけど、私テラヒナは、これは共感してくれた、テラヒナは。じゃあみんな共感できるか分かんないけど、体重は変えましたか？もちろん体重は、私小学校の時は本当に細くて、え、ないですか？ありますよありますよ。なんでないの？え、なんかたまにいつも見てる景色、まあ、例えば洗面台とかに立つじゃないですか。でこう見下ろした時に、なんか今いつもより高い位置から見てるみたいな時ない？ないか。テラヒナはユウより身長高い、多分160あると思う。ないのか。え、絶対あると思うんだけど、おかしいな。そうで、その時に、あ、身長高くなったっていうのを実感するんです。あ、あります。あ、適当に、あ、でも あるに1票入れておきますね。いや、ないんだ、みんなないって言ってるわ。ないね。何？あ、なんか褒められてる。ゆうちゃんは普段ちょっと星になってるけど、裏でいろいろ努力してるギャップのところが好きです。ありがとうございます、嬉しい。そう、そう言われるともっと頑張ろうって思います。ありがとうございます。違うよ、厚底履いてないです、家で厚底履かないからテラヒナ、テラヒナもうでも初期の頃は多分一緒だったと思うんですけど、身長でも全然高い。私が縮んだのか分かんないけど、多分伸びました。あ、ポンコツ普段ポンコツって言われた。ありがとうございます。 ありがとうじゃないけど買い物から帰ってきました、お疲れ様です。あ、おかえりなさい。褒めて伸びるタイプ、あ、分かんないでも褒めて伸びるタイプでもあるし、あの悔しいと思ったらもっと頑張れるタイプですね。周りが小さくなったんだよきっと、一瞬、その一瞬ないかな、なんか目線が、分かんないな。こんにちは、遊びに来ました、ありがとうございます、こんにちは。ないのか、みんな身長が高くなったなって思う瞬間が言えなかった瞬間ない。私はあとは、あとなんだろう、あとないの、なんか、うーん、あ、今まで手が届かなかったところに届いた時とか、でもそれは普通か、
それは普通？いや、わからないないの？でもヒール履いてる時とかはすごい嬉しいヒール履くのあんまり好きじゃないけど、地元の小学校行った時に全部がちっちゃく感じるよね。あ、それはわかる。なんかさ、小学校に行くと久しぶりに行くとわかる、すべて椅子とかねちっちゃって思うよね。机とか、机なんなら膝つくし、ここにって思う。あ、だるまありがとうございます。結婚してください。結婚してくださいって考えますね。顔立ちだけ見たら165ありそう。そう、それね言われるの。でもないんですよ。なんかさ、机と椅子にさ番号あったよね。5番とか、多分1番が一番ちっちゃいんじゃなかったっけ。私は3番とかだ。家族の中で身長何番目？多分2番目か3番目？どっちか。ヒールで踊ってるの見るとすごいと思う。えね、あれ、私ほこりの丘の衣装あるじゃないですか。あのヒールが私が履いた中で一番高くて、TDC の時に本当にいつ転ぶかわからないという感じでしたその練習からヒール履いてやってるんですけど、あとキスダメの衣装 の靴がヒールそんなに高くないんですけど細くて、そう、セリとかに引っかかるともうずっこけ転ぶ。本当にやばい。そう、痛いし恥ずかしいじゃん、みんなに転んでるのを見られたら。だからね、そう、めっちゃ踏ん張って、もうそれこそ体幹だよね。体幹でなんとかやってますね。だからほこりの丘は何が TDC よね、何が大変だと。晴れ床、階段を降りる時とか本当にもう転げ落ちるレベルだった。ヒール靴ずれしない、ヒールはね大丈夫だけど、シャーベットピンクの衣装の靴はめっちゃ靴ずれした。刻めの衣装ってどうやって洗濯するのですか？わからないです。それはね、衣装さんがやってくださってるので。ハートありがとうございます。ステージから靴とかマイク飛ばしたことある？ないですまだ私そんなにねハプニングはないけど、キスダメのこっちに腕にはめるやつがあるんですけど、それをねめっちゃ落としちゃう。そう、なんかテープがね緩くて、今変えてもらったんですけど、そう、緩かった時はマジで毎回落としてた。ハートありがとうございますそう、逆にぺったんこの靴なんですけど、めっちゃ靴ずれした。そう、あの靴はね、かかとのね上が痛くて、今ではまだあと残ってるんですけど、そう、結構痛かった。普段階段正座しながら落ちたことない？ないないよ。あるの逆にやばくない？
あ、ワッペン、ワッペンといえばね、あのパーティーが始まるよの時に、パーティーの3曲目か、最初の3曲目の時に誰かがここにあるワッペンを落としたんですよ。で、私がそれ見つけて、あ、やばいと思って拾ったんですけど、その瞬間に針が出てて、針が手に刺さって、あ、もう死んだと思った痛いと思って、でも取らなきゃと思って取りました。そう、びっくりした。痛いよね。そう、ちょうど毒リンゴが始まる前ぐらいかな、でポーズするときに痛いって思いながら、痛い痛いやってた気がするね。痛いよね。そうで、毒リンゴで移動するときに投げた端に、多分その記憶がある、確かそう、針でね止まってるんですけどね、針痛かった。でもその後見たら何もなってなくて、あの痛いの何だったんだろうって思った。死ななくてよかった。死なない死なないけど、いや、その瞬間は痛い、やばいって思った。やばいよね。表情出てたかな、いつだったかの公演、いつの公演かな。昨日ゆうちゃんの映像編集しました。何ですか、見たい、私も。ありがとうございます。そう、アクセサリーとかね、そう結構ね落ちちゃうんですよ。だからそれを落ちないようにするのも一つの課題ですね、自分的には。そう、なんかこういう話してるとさ、公演やりたくなるよね。そう、パーティーはもし次できるとしたら、あのユニットシャッフルするとしたら、私は星の温度、あ、スカヒラ、あーどうしよう、スカヒラ、スカヒラがやりたい、スカヒラ、あ、ごめんなさい、スカヒラがやりたいですね。劇場の最前列で見たとき、目の前で某メンバーがこけたのを目撃したことある。あー、私はね転んだことないけど、でも結構ひなたが転んだことあるって言ってた。そう、スカヒラいいですよね。なんかやっぱりコールがあるじゃないですか、スカヒラだけユニットは。だからそれがいいなって思ってて、ずっと憧れてますあのコールを聞きたい、みんなのコールがあるとね、やっぱり嬉しい。スカヒラは最善で見たい、それはそれは綺麗な心で見てくださいちゃんと、わかりましたか。ユニットシャッフル希望します、本当に。でも最後に一回キスダメやりたいね。もちろんです。本当ですか、綺麗な心。みんなちゃんと最善でスカヒラ見てるときは綺麗な心で見てるんですかね、わかんないですけど私はでもユーも最善で見てみたい、スカヒラ。ちゃんとみんな綺麗な心で見てるんですかね、不安だな。汚れた心で見ちゃダメだ。そう、ダメです、ダメダメあ、一
してるだけ変な気持ちで見てる人いるんだけど、綺麗な心って何ですか？綺麗な心は綺麗な心ですよ。あのそういう気持ちじゃない気持ち、純粋ならいいんですよ全然。何？むしろ最善でのスカヒラ、綺麗な心じゃないと見れない心境になりそう。確かにそうかもしれないね。初見です、星のギャとフォローさせていただきます。新潟は暑いですか？ありがとうございます。新潟はね暑いです。今ね外でセミが鳴いていてとても暑いです。あ、本当に？私は綺麗な心ですよ、ちゃんと。あのちょっとはるかのスカヒラを最善で見るのが夢ですね私は。あのちゃんと綺麗な心で見るのでお願いします。そう、なんか最善の方といつかな、まあなんかキスナムの時とかね目が合うんですよ。でちょっとさ、その時ちょっと気まずいんだよね。なんかニコってする曲でもないから、あのこうなんて言ったらいいんだろうね、目が合った時はどうしたらいいんですかね。なんか恥ずかしくなっちゃう。あ、村長はひらりしすぎ。そう、それはね、チカナにすごい怒られてます。でも私はそのひらりを、あ、ひらりをとか言っちゃダメ。別にひらりを見たいわけじゃないんですけど、まあ、はるかのスカヒラが見たいな、みたいな感じですね。でも普通に、あの、マックスとかで目が合うと、イエーイとか、目合ったね、みたいな。できるけど、そういう時はねちょっとどうしたらいいのかなって思っちゃう。睨んでください。あ、わかりました。じゃあ睨みますね。ちょっと待って、睨んだらなんだ、あの子今日私のことを睨んできたんだ。あ、そうだ、それで悩ませるのがいいんだ。睨んで、なんであの富永ゆうとく今日私のことを睨んできたんだろうって言って、すごい考えさせて最終的にユウのことを好きにさせるっていう、それにしましょう。はい、お願いします。本音出た。いや、本音じゃないですよ、普通に見たいだけですよ、あのはるかのスカヒラが。そう、そういうことにするね。そう、圧をかけまくって最終的に好きにさせる、いいですね。あ、ウインクは私一時期めっちゃハマってて、めっちゃやってた。ウインクこうやってましたね。その手には乗りません。その手に乗らせます。わあ、もう言っちゃってる。最善スカヒラ丸見え。まあそりゃそうですよね。DMM でよく抜かれてた。ああ、本当ですか、ありがとうございます。 DMM、あの私自分のこと見るの好きじゃなくて、でもちゃんと見てたんですけど、ウィンクしてたかは覚えてない。
お見送りで圧をかけてください。わかりました。じゃあ私大塚の隣に並んで圧をかけますね。これのためにコンタクトデビューしました。あーすごい、ありがとうございます。ゆうちゃんのスカヒラ見たい。ゆうちゃんスカヒラできるように頑張りますね。そう、客観的にね、そう自分の、あ今レスすればよかったのにとか、カメラどこで抜かれてるんだろうとか、よくそういうのを研究しますね。まとめてレス、まとめてレスしてるつもりはないけど、でもあまとめてるかも。なんかこうやってそう、でもじゃあ次からちゃんと一人一人にやりますね。帰りね、そう帰りはねカメラ目線すごいすごいです。帰りはね目合わせてくれないんですよ。なんかこうパーティーの時にさ、最後こうジャンプしてさ、メンバー同士で顔を見合わせるんですけど、その時帰りはいつも上をこう向いてるんですよ。目をなかなか合わせてくれないんです帰り。だから目が合った時はもうマジでレアレアすぎてやばい。キスダメ見たい？あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、そうなんですよ帰り。でもあとはみんな割と目合う。誰が一番目合ったかな、ひなた、ひなたかな。あ、今年長岡駅前の夏限定冷麺食べた。あ、私も食べました。一緒だ。みまつのね冷麺美味しかったですよね。そうキスダメね、そうななみちゃんがそういつもあのステージ袖でね、あのなんだっけ、エンジンをやってたんですけど3人で。そうあとななみちゃんなんかなんだっけ、リハの時とか順番に本番通りにやっていくのでステージ袖で待ってるんですよ、次の出番が来るまで。でしばらく時間が空いてると私座ってるんですけど、座ってる時にななみちゃんがそのゆう具合悪いと勘違いして、毎回ねどうしたの大丈夫って言って声かけてくれるんですよそれがルーティーンでした。ねえゆうちゃんの花見あげてあげた、嬉しい、ありがとうございます。そう優しいでしょ。ゆうちゃんバックレスってあるんですか、どうでしょうそれはちょっと劇場に来てください。私下手、じゃあ上手に行く率が多くて下手に行く率が低いので、下手の方に私のサイリウム振ってる方ってなかなかいないんですよ。で下手はねちかな、かいりはるかとかそんくらいかな、あとまだいるんですけどちょっとわからない、覚えてなくて、まあ、結構いて、でその方たちにこうレスを送るんですけど、ちょっとなかなか反応してくれなくて
悲しいんですよ。だからもしここにねいたらちょっとちゃんと反応してください。悲しいからちゃんとねこうやって指差しとかね結構してるんですけど、そうそう誰でも反応しちゃってください。あのお願いしますね。ちゃんともう私もやるから。じゃあ目があったなって思って、結構前にね目があったって思って見止まりの時かな、そう見止まりの時に目があってこう指を刺したり、あの見止まりでさこういうやつあるんですけど、それでこうやったんですけどちょっと無視されて、あーって思って覚えたからなって思いましたそう逆にね覚える、あの人は反応してくれないんだってだからもう反応させるまで逆にねレスを送るよね、もう反応しろと思って、そうそういつもねそういう感じでやってますね。そう結構見てますよ。あでも私のお主催を振ってくださってる方に特にあのレッスンを送ってます。全体曲でゆうちゃんのレッスンに気がつかない、それは誰かを見てるからですちゃんとゆうのことを見ててください。そうなんかね笑ってこっち向いてこう微笑んでくれたりしたら反応してくれてるなってわかるけど、なんか明らかにこうなんでこっち指さしたんですかみたいな顔をしてたらちょっともうね許せないもうってなる、ダメですねちゃんとあのねそうですちゃんとみんな言うのことね見てください。そうですよ絶対にもうもうね覚えてるんですけど、あのレスを返さない人、そう多分、ね、ガチ恋なんだよねその人は。あの他には他のメンバーは目に入らない、もう俺はこいつだけだっていう人がたくさんなんですね多分反応したら恥ずかしくないですよ、私嬉しい、うん、全然そう反応してね、こうやってあの自己紹介の時とかね反応してこう手振ってくれる人はいますよ。あえて返さない方が美味しい、ダメですよそんなんしたらもうねあのダメ、そうガチ恋のね人はね結構返してくれないというか反応してくれない、そうゆうちゃん怖い、怖くないですキャッチフレーズやって、キャッチフレーズ最後にやるのでちょっとずっと見ててくださいリップ編全部見てるの、自分のは全部見てますね。ゆうちゃんエクボーありがとうございます。そう誰にでもね反応してください、あの私のファンの方でも他のメンバーがレスを送ってくれたらちゃんと反応してあげてください、あの悲しいからね。そうあの結構多分レス送ってくれる子いると思うので、あおはゆうおはゆう、あみんなに反応してる、そう偉い、そうスルー、そうだよね
私もゆうちゃんめちゃくちゃ優しい子です、本当にありがとうございます、嬉しいですよ。勢いで押し増ししたらごめん、あ、それはダメそれはダメ、あの勢いは抑えつつもあのちゃんと返すっていう、それがね一番あのいい方法です。サーヤのレスはドキッとする、あ、それも恋に落ちちゃう瞬間かもしれないので気をつけてください。いや勢いね抑えるのは確かにね難しい、私もねそんな可愛い子にそんなレッスン送られたらもうあ好きですってなっちゃう、ダメダメいや気持ちはマジでめちゃくちゃわかる、いやユウだってサーヤにレッスン送られたらそりゃドキッとしちゃうし、そんなのうんわかるわかる、めっちゃわかるよみなちゃんはドキ、あ、みなちゃんはみなちゃんやばいでしょ、みなちゃんもやばいよ、なんだかんだ言ってゆうちゃんの留守番かなり嬉しいです、あ、ありがとうございます、嬉しい、留守が勘違いだったら恥ずかしい、え、でも勘違いって思ってるかもしんないけど割と勘違いじゃないですよ、そうなんかね結構ね確認してくるんですよ、こうレッスン送った時にえ私ですかみたいな、そうだからそうだよって言うけどそう、うちわとかね何かね目立つものとかあったらレッスンを送りやすいですね、確かにそれはある、ある、ん、最近告白されましたが断りました、お仕事忙しいのでモテモテじゃないですか、すごい、断っちゃったんだ、でも嬉しいですねお仕事のためにエクボレスはキュンです、あ、ありがとうございます、キュンです、エクボ、あ、エクボ、そうですね、あ、確かにねこう前後ろで同じ推しだったら確かに分かんないかもね、あ、見えてたよって、あ、そうちゃんとね確認してます、どこにいるかいつかな、出る前とかも確認してるし、出てからパーティーの時に大体確認して、で自己紹介の時は最終確認してる、よそ見してたらゆうちゃんからレス来てって焦る、そうですよ、だからよそ見しちゃダメなんですよ、そうゆうがレス送ろうと思って見たらどこ見てるんですかってあの人今あの子見てたみたいな時はありますよ、マジで、そう最終確認そう誰がどこにいるのかとかね最終確認、あ、そうおばあちゃんの時見てますね、そう LED のそう裏から見てます、でもなかなかね見えなくて、見えないからパーティーで出た時にやってますなんかそれ分かる気がする、そうだよみんなね割とよそ見してるからそう特にねちょろちょろしてる人は知ってる、3色はね一番分かりやすい、ひまわりありがとうございます、3色はマジで分かりやすいですね、でもねあの他のファンの方もね割と見てる、他のメンバーの推しさ振ってる方とかあの人前も来てたなとか
わかる。なんならちょっと名前覚えちゃったみたいな感じもありますね。お見送りの時とかね、あの名札とかさついてると覚えちゃうよね。知らないファンの方でもよく見る顔だなって思ったり、あとあの人いつもあの子のうちは持ってるなとか、そう途中でサイリウムの色変えたら気づく。もちろんカチカチする音聞こえるよそうすごいね、頑張ってるから こうやって隠れてこうやってやってる。そう、うちわもねこう裏表でチェンジしたりして、あとこう入れ替えたりしてこうやってってやって知ってる。それで結構見てるからね。そう、手書きのうちわももちろん見てますからね。いや私コンタクトしてるので結構目いいんですよ。そうだからめっちゃ見える。名前名札なくても顔認知の人結構いますよ、もちろん。そうなんかいつも誰誰って叫んでる人とか結構ねあーって思ったりしますね。いつの間にか覚えられてたそう結構いつの間にか覚えてますね。そうで、まあ、私推し編はなかなかないけど、でも自分のファンだって思ってた人が他の主催を振ってたりするとなんかあの人チャラタなんだってチャラチャラしてんなって思うよね。そう結構ね見てますよ。そう3色はねそう大変なんです。そう声もねわかる。あのなんだっけ、例えば次で最後の曲になりますって言った時にもう一回最初からとか結構聞こえるじゃないですか。そういうのでわかる。そう結構ねみんなも割と見てると思いますよ。なんだかんだ言ってゆうちゃん一押しです、好きです、ありがとうございます。そう3色はねなかなか見つけやすいとか、でも曲中の声はねなかなか難しいけどそういう時はわかる。アンダー出演した時に研究生公演で見た顔は結構いるの。あでもいるっちゃいるんですけど、でも少なくて私最初びっくりしました。最初あの出演させていただいた時は全然知らない人いっぱいいると思って、なんかだからレスを送るのもすごい緊張したし、そうそうそううちは5枚持ってった時お見送りで推したち3人くらいに多いよって言われました。それは多いわ5枚って逆にすごいわ。何時まで？半まで、あと2分。あもう2分になっちゃった。そうそうそうびっくりしましたというお話でしたはい、それではバキバキ体操やっていきたいと思います。いきます。はい、それではキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきます。いないいない、エクボー、私のエクボにユウもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、皆さん今日もありがとうございました。明日はねちょっと何時になるかわからないんですけど、明日も配信させていただきますのでまた遊びに来てください。それでは皆さん今日もありがとうございました。またね、バイバーイ。